けるように見えます。この腕の動きなんだけど、下にまっすぐ手を横に下ろしている。普通にしているところから腕を前にブン振り上げるようにして、体の前でエクス作ります。横から見るとこういう感じ、肘が体よりも少し離れてる感じになってます。これをブンと振り上げます。右手が体の方、左手が外側になるようにしてください。下からエクス。この時肘と肘が近づくようにするとめっちゃいいです。ここまで来たら、そのさっきくっつけた肘と肘外さないようにして、今くっつけたままで V にしてほしい。下から掘り投げて X V、 こんな感じ。この後まだ肘を離さずに、今度は右手が遠く、左手が体の方、立ち位置を入れ替えるようにして一文字にしてください。左手が上、右手が下に来ます。もう一度いきます。下から掘り投げて、右手が手前、左が外、エクス。ここから肘を離さずに V、 今度は左手が体の方、横。これをワン、ツー、このようにしないといけません。右足を踏みながら掘り投げて V までやったら、次入れ替えながら左足を踏みます。一回やってみると、ワン、エン、ツー、こんな感じ。右足を踏んだ時に下からブン、掘り投げた瞬間すぐに肘と肘がくっついて V になる。なりながら左足を踏んだ、左足を踏むタイミングにはもうすでにここに来ないとダメです。 X ができるタイミングと横になるタイミング、これが1、2、このタイミングになります。ゆっくりやってみるよ。いっせーのーせ、1、2、こんな感じ。続きです。この後、手の動き。肘と肘が重なった横一文字になっているのを横に滑らせて、ヒュン。手と手だけを重ねるようにしてください。この後、今左手が上にあるよね。そのまま左は上、右手は下。こんにちは。こんな風にしてください。その後、今、左の肘が上に上がってて、右の肘が下がってるけど、それをどっちも真ん中に、この時グーにしようし、つまり Z からの N、 いける？この後横引いて Z、 N、 こんな風に出るよ。もう一度、一番最初の手の動きからいくよ。いっせーのーせ、巻いてきて横一文字ずらして上ね。はい、できたかな。手の動きだけカウントでやるとどんな風になるか見てください。いっせーのーせ、ワン、エン、ツー、スリー、エン、フォー、めっちゃややこしいです。ワン、エン、ツー、スリー、エン、フォー。はい。これに足の動きがつきます。手のくるくるをやるときは、右足からワン、エン、ツー、踏んでました。ワン、エン、ツー。次のスリーのタイミング。手が重なるところ。重なるタイミングでもう一度右足を踏むんだけど、今足を開いている、
真ん中ぐらいのちょっと後ろ2踏んでください。手はシュッ、手と手を重ねてずらしてくるところのタイミングで右足をちょっとだけ後ろ、足と足の間に踏みます。その後手が Z になったよね。 Z の時左足を前に踏みます。右足の前に重ねるような感じ、足が縦に並ぶような感じに踏みます。踏みながら Z。 この後右足をもう一度横に出しながら N、 こんな感じになります。一度ここから動きをやってみるよ。いっせーのせ、ワンエンツーエンスリーエンフォー、こんな感じです。もっとゆっくりやります。いっせーのせ、ワンエンツーエンスリーエンフォー、できましたか？できたら続きです。4で右足を横に N の字、左手の拳が上、肘が下、右手の肘が上、右手の拳が下、この形になってました。なったタイミングは1 and 2 3 and 4 4のカウントです。4のカウントが終わったら次の5のタイミングで両手をももの横を叩きます。叩きながら、叩いたらジャンプ、今度はクロスを前にシュッしたらジャンプ、もう一度叩いてジャンプ、クロスしてジャンプ、つまり手を叩いたタイミングで飛ぶのではなく、叩いて飛ぶ、シュッして飛ぶ、叩いて飛ぶ、シュッして飛ぶ、ちょっとずれている感じです。ジャンプが遅いです。手の方が先です。ということは N で終わってました。カウントで数字で数えてみると1 N 2 N 3N4、N、こんな感じになります。ちょっと早いけど、叩くトップ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 、こんな感じ。ジャンプは今分かりやすく飛んでいるけど、あんまり大きく飛ばない方がおしゃれです。こんな感じ、軽くやってあげる。この手の動きをするときなんですけれども、今は分かりやすく叩く、クロス、叩く、クロス、このように交互にやってるんですけれども、好きなやつをやってくれたらいいので、一発目だけ叩くのは決まり、もう一度クロス、次もクロス、次もクロス、こんな感じでもいいです。もし迷ったらお手本と一緒に叩く、クロス、叩く、クロス、こんな風にやってみてください。そしてこのジャンプしている時の体の方向なんだけど、基本どこを向いてもいいです。一番やってほしくないのはずっと同じ方向を向いていること、ちょっとかっこよくないです。最初 N の形で終わってるので、一度右向き、左向き、右向き、左向き、こんな感じでバラバラにしてもいいし、ちょっとずらしてもいいです。ずっと同じ方向でなければいいので、自分の好きな方向を見つけてください。はい、では最初から全て通してやってみます。最初のクルーイン、ここからいきますよ。いっせー
のせ、ワン円、ツー円、スリー円、フォー円、ファイブ、シックス、セブン、エイト、エン。こんな感じです。もう一度いきます。いっせーのせ、ワン円、ツー円、スリー円、フォー円、ファイブ、シックス、セブン、エイト、エン。もう少し早くやってみます。いっせーのせ、ワン円、ツー円、スリー円、フォー円、ファイブ、シックス、セブン、エイト、エン。ぜひ練習してみてください。